今日のお話は、秘密の手紙。夫の隠された古い手紙を見つけたことから始まる、一人の女性の内なる旅と過去の秘密への探求というお話です。意外な発見春の訪れとともに、ゆいは家のお掃除を決意した。夫との結婚生活もはや10年。 たまったものの中には、もはや必要のないものも少なくなかった。彼女が夫の書斎の片隅を整理していると、古びた木製の小箱を見つけた。夫からの話では、これは彼が大切にしている思い出の品だと聞いていたが、結衣が開けてみることは今までなかった。好奇心に駆られて蓋を開けると、 中には黄ばんだ手紙が何通か入っていた手紙の宛名には見覚えのない女性の名前が書かれていた隠された過去結衣は手紙を一通手に取り夫が過去にどんな人生を歩んできたのかその一端を知ることに興奮を覚えた彼女は手紙を読み始めたが 内容は予想以上に情熱的で、夫とその女性との間に深い感情があったことを示していた。結衣は夫が過去に別の女性と深い関係を持っていたこと、そしてその記憶を今も大切にしていることに驚き、混乱を感じた。彼女はこの手紙をどう扱うべきか。 夫にこの発見について話すべきか、それともこれを秘密にしておくべきか、決断を迫られることになった。探究の旅、結衣は夫に手紙の存在を問い詰めることなく、まずは自分でこの謎を解き明かそうと決意した。彼女は手紙の中に出てくる場所や名前、日付から。 夫とその女性の関係がどのようなものだったのか、彼らがどんな時間を過ごしたのかを想像し始める。結衣は図書館で過去のアーカイブを調べたり、手紙に記された場所を訪れたりするうちに、夫の知らない一面や彼の過去の情熱を少しずつ理解し始める。この過程で、 イは夫と自分との関係を見つめ直すきっかけを得るが同時に夫への信頼に疑問を抱くようにもなる真実の変人ある日イが夫の過去を探る旅から戻ると夫が何かを悟ったような表情で彼女を待っていた夫はイが自分の過去に触れていることに気づき 二人の間には言葉にならない緊張感が流れる。夫はユイに真実を話す時が来たと判断し、かつて深い愛情を抱いていた女性との物語、そして彼女との関係がどのように終わり、自分がどのようにしてユイとの生活を選んだのかを語り始める。夫の話を聞くうちに、 は夫が抱える過去の重みと彼が今もその思い出を心のどこかで大切にしていることを感じ取る内面の葛藤夫の話を聞いた後、ユイは深い葛藤に陥る彼女は夫が過去に別の女性と深い愛情を共有していたこと そしてその思い出を大切にしていることを理解しようと努めるが、同時に自分との関係がその女性との関係の代替であるかのように感じてしまう。イは自分自身の価値と夫との結婚生活の意味を問い直し、この新たな発見が彼女自身と夫との関係にどのような影響を与えるのかを深く考える。 彼女はこの葛藤を乗り越え、夫との関係を再構築するための方法を模索する。刑事、結衣は自分の感情と向き合い、夫との深い対話を通じて、人の心には過去の愛も現在の愛も共存することができるということを理解する。夫が過去の愛を大切にすることは、 ゆいとの愛を否定するものではなくむしろ人としての豊かさと成熟を象徴するものであると彼女は受け入れるこの啓示を得たユイは夫と共に新たな関係を築く決意を固め2人は互いの過去を尊重しながら現在と未来の関係をより深めていくことを誓い合う受け入れとはか ゆいと夫は互いの過去と現在を認め合い、二人の関係を新たな土台の上に再構築する。ゆいは夫の過去の愛情を尊重することで、自分自身の不安と嫉妬を克服し、夫もまたゆいの理解と受け入れに深く感謝する。夫はゆいに、 彼女との結婚生活が自分にとってどれほど意味があるか、そして彼女と過ごす現在の瞬間が最も価値のあるものであることを伝える。二人は過去の影を乗り越え、お互いをより深く理解し、支え合う関係を築く。新しい絆、時が経つにつれ、 ゆいと夫の関係は以前よりも強固なものとなり、二人の間の信頼と愛情はより深まる。ゆいは夫の過去の手紙を通して得た経験から、人の心には多くの層があり、愛は時間とともに変化し成長するものであることを学ぶ。夫婦は過去の手紙を大切な記憶として保管することにし、 それれ、をを通じて互いの過去を受け入れ現在を大切にすることの大切さを再確認するユイと夫は共に歩む未来に向けて新しい絆と共に一歩を踏み出す。